はい、1524回始めます、9月1日に入りました。2023年9月1日金曜日ですね。いやー、ほんと風邪ひいて体調悪い。いや、なかなかね、熱も下がりきらないですね。うん、いやー、NHK スペシャル見ました。うん、ちょっとね、聞き取りにくいと思うんですけど、すいません。混迷の世紀、これ第11回かな、ちょっと回数わかんないですけど、混迷の世紀、まだやるんですね。これ、いつまでやるんでしょうか。台頭する第3局、トルコ、全方位外交の光と影っていうことでね。台頭する第3局、トルコ、全方位外交の光と影っていうことで、トルコに焦点当ててますね。まあ、確かに今、ウクライナ戦争でね、ウクライナと、ロシア、双方に顔を利くっていうことで、今、トルコのエルドアン大統領がね、最近ね、存在感高めてますよ。この人長いですよね。何年やってるのっていうぐらい、エルドアン。はい、トルコ。まあ、昔ね、トルコって言ったら今ちっちゃな国になりましたけど、ね、オスマン帝国ですから。帝国でしたから、つい最近まで100年ぐらい前までね、大きな国だったんですよ、トルコね。はい。で、ウクライナ戦争から1年半、この戦争をいかに停戦に導くのか。国際社会から仲介役を期待される人物がいると。うん。それが、レジェプタイプエルドアン。エルドアン大統領ですね。これまでもロシアとウクライナ双方の、捕虜の解放に尽力ということで、ウクライナ産の農産物の輸出再開についてもロシアを説得してきたということでね。まあ、黒海挟んでね、トルコってもう本当ロシアとウクライナとすぐ隣ですからね。まあ、ご近所さんっていうのもあるし、双方とね、関係維持してるっていうこともあるし、まあ、トルコね、NATO に加盟してるんだけども、EU には加盟させてもらえないとかね。うん、昔からアジアとヨーロッパの中間みたいなね、アジアと東洋と西洋の交わるところみたいなところでね、まあ立地がね、いいっちゃいいし、悪いっちゃ悪いっていうかね、ところなんですよね、ここね、トルコ。で、西側でもないし、東側でもないし、みたいなね、中国側でもないし、ロシア側でもないし、みたいな、ほんとね、独特な存在ですよね、トルコっていうのはね。はい。で、エルドアンになってからね、本当に、うん、存在感高めてるかなっていう感じします。安倍首相ともね、仲良かったですね、この人ね。はい。で、国民のほとんどがイスラム教徒であると同時に、うん、欧米的な価値観も取り入れてきたって。そうなんですよ。まあ世俗的っちゃ世俗的なんですけど、トルコね、イスラム教なんだけども、まあイスラム教に染まりきってるわけでもなく、欧米的な価値観ね、染まってきた。まあ、堅物じゃない、なんちょい悪親父じゃないけども、一応、国民の大半はイスラム教徒なんだけども、まあ、ね、酒飲んじゃいけないのに酒飲んでみたりみたいなね、あれ食っちゃいけないって言ってるのにあれ食ってみたりとかね、そういう、なんていうのかな、不真面目なイスラム教徒みたいな感じですよね、トルコ。はい。世俗的っちゃ世俗的なんですけど。アメリカ、ロシア、中国、ね、この、グローバルサウス諸国、うん、こういったね、もうほとんど世界中のね、ほとんどの国と、関係を築く全方位外交を展開していると。東西とも南北とも良好な関係を維持し、トルコね、トルコはトルコの利益を守るっていうことで、もう本当に全方位外交ですよ。どっかに加担するわけでもなく、どっかのグループに入ってそこに染まるわけでもなくということで、はい。で、現在のトルコが建国される100年前までは、ね、オスマン帝国ですよ。オスマン帝国はアジア、ヨーロッパ、北アフリカにまたがる広大な地域を支配していましたっていうことで、ね、今のトルコからはね、ちょっとね、想像しがたいんだけども、昔はオスマントルコ大帝国ですよ。うん、オスマン帝国、うん、これ、うん、だったんですよってことですね。はい。で、イスタンブールね、うん、ボルポラス海峡、
ね、ここ黒海を挟んでロシア、ウクライナに隣接するということで、今ウクライナ戦争をねやってますけども、本当にねもうすぐトルコのすぐ隣で戦争をやってるようなもんですよ。でこのウクライナ戦争でね、民主主義陣営とあの権威主義的な陣営に分かれてるっていうことで、ここで分断が深まってるんだけども、そこに割って入って相手に立つようなのが、まあ、トルコですね、立ち位置、うん、でセルチュク・バイラクタルさん出てきました。この人エルドアン大統領の娘婿みたいですね、バイラクタル氏。トルコ関連、あ、トルコの防衛関連企業の、バイカル社、ここの CTO やってる方ね、エルドアン大統領の娘婿さん、バイラクタル氏が設計した兵器ね、ウクライナ軍を支えてきたと。この兵器は何かね、ドローンですよ、ドローン、軍事用ドローン、その名もバイラクタル TB2 って言ってね、この娘婿さんの名前取ったバイラクタル TB2 っていうこの、ドローンがウクライナ軍を支えてきたと。27時間っていうね、長時間飛行ができると。で自動航行も可能っていうことで、うん、戦争のウクライナ戦争の初期段階でロシア軍に大きな打撃を与えてきたということです。で20年以上にわたり率いてきたのはエルドアン大統領ってことで、もう20年以上ですかね。もう21世紀今世紀に入ってからほとんどエルドアン大統領ってことで、まあほとんど独裁に近いね、うん、何年か前にね、クーデター未遂ありましたね、うん、はい、エルドアン、あれ抑え込んでからね、また独裁色強まったっていうことですよね、はい。でウクライナにね軍事支援するトルコにロシアはなぜ関係を維持するのか。そうなんですよ、ウクライナにねこのねバイラクタル TB2 っていうのはこの武器を供与したりですよ、ドローン供与したり、でそれでロシア軍にね大きな打撃与えてるんだけども、ねそんなトルコ、そんなエルドアン大統領にロシアはなぜね関係を維持するのかっていうことでね、欧米から厳しい制裁を受けるロシアにとってロシア産ガスを買い続けてくれるトルコっていうのは貴重なハブであるということで、もうトルコもね、まあしたたかっていうかね、まあ武器とかはウクライナにどんどん輸出したりね、してるんだけども、ロシア産のガス、今ロシアね、欧米から経済制裁食らってて、もうニッチもサッチもいかないはずなのにね、まあ資源国ですからね、ガスとか、うん、こういったものをなんとそのね欧米がね買うなと経済制裁してるんだけども、トルコはその西側に足並み揃えるんじゃなくて、もうトルコはもうどんどんガスを安く買ってると、ロシアから、ロシアからすると自国のね、ガス買ってくれるし、もうもちろんお金になるしっていうことで、トルコはいいお客さんでもあるということでね。だけどトルコはね、そのドローンとかはじめね、兵器なんかはウクライナにどんどん売ってるという、このね、なんていうかね、まあしたたかというか、どっちつかずというか、どっちの味方でもあってどっちの味方でもないみたいなね、まあ、両方に顔を聞くみたいな感じで、何なのっていう感じですよね、はい。で1823年トルコ共和国、うん、オスマン帝国が1823年かな、これ1900じゃないかな、多分1923年ですね、トルコ共和国ね、オスマン帝国が欧米列強により分割され生まれたと、うん、帝国が解体で、初代大統領ケマル・アタチュルクね、この人、政治と宗教を厳格に分ける世俗主義を掲げたと。で欧米の価値観も取り入れるということですね、アタチュルク、建国の父ですね、トルコのね、はい。で朝鮮戦争にもなんとね、トルコ軍ね、アメリカ主導の国連軍ですね、ここに1万5000人を派兵してるんですね、はい。でその貢献を認められて、なんと1952年 NATO を加盟していると、もう初期段階で NATO に加盟しているということです。 NATO の加盟国家なんでね、本来ロシアとはね敵対するはずなんだけど、ロシアにも顔を利くんですね、はい。
で EU 加盟を目指してたんだけども、まあね、寸前のところで、EU 加盟先延ばしされて、ね、欧米以外の西側以外との全方位外交へと舵を切ること、ね、西側に入れなかったっていうのもあるんだけども、EU に入りきれなかったんでね、NATO には加盟してるんだけども、まあ、不思議な国ですよね。まあ仕方なくっちゃ仕方なくなのかな。もう全方位外交、まあ西側諸国とも付き合うし、ね、ロシアなんかともね付き合うし、ね、旧東側、うん、ロシアはじめとして付き合うし、あと中国とかイランとかとも付き合うしね、アフリカ諸国とも付き合うし、もうほとんど世界中のどことも関係を築いているぞ。もちろん日本とも良好な関係ですよね。はい。まあ日本とトルコで言ったらね、古くはね、美談がありますね。何でしたっけ、ほら紀伊半島沖でね、昔明治時代かな、トルコの船がね、エルトゥールル号か、エルトゥールル号が和歌山沖ぐらいで座礁して沈没して、ね、そこでトルコ人たちを、日本人が解放してね、手厚くもてなしてみたいな感じで、うん、ありましたね。あとイラク戦争の時にね、その恩返しじゃないけども、ね、日本人取り残された日本人たちをトルコ航空機がね救ってくれたっていうのがありましたね。これ映画になりましたね。ですんでトルコと日本、非常にね、トルコから見たら日本っていうのは非常に親日国なんですね。はい。日本から見てもトルコっていうのはね、非常に付き合いやすいというかね、いわゆるイスラム圏の中ではね、世俗的っていや世俗的なんですけど、砕けた感じのイスラム教徒みたいな感じですよね。ちょい悪、うん、不真面目なイスラム教徒っていうことで、厳格じゃないんですね。うん、ほとんどスンニ派じゃないですかね。はい。あとアジアとヨーロッパの接点だけじゃなくてね、世界の仲介役になっていると、で存在感高めてますよと。でヨーロッパとアジアをつなぐ物流ルートね、これまではロシアを通るルートが北側ルートっていうのがメインだったんだけども、ウクライナ戦争前まではロシアを通るね、 北回廊ね、北側の通る北回廊っていうねルートだったんだけども、これが使えなくなってね、中央回廊の整備開発に注目が集まっていると。中央回廊っていうのはトルコからアゼルバイジャン、カザフスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、キルギスタンね、などを通って中国にたどり着くというね、この中央回廊。このなんとかスタンっていうのはね、確かイスラム教徒っていう意味じゃないですか。キルギスタンとかね、トルクメニスタンとか、なんとかスタンっていうね、これムスリムっていう意味だと思いますよ、確か。はい。ね、これらの国々ね、かつてアゼルバイジャン、トルクメニスタン、キルギスタン、ウズベキスタン、カザフスタン、これはロシアの一部だったっていうね地域ですよ。はい。で自らに批判的なメディアを抑え込んできたエルドアン大統領、そうですね、これきっかけがね、クーデターありますからね、あれからですよ。うん。あそこから自分たちに、エルドアン大統領、自分らに批判的なメディアを抑え込むというのをあからさまになりましたね。うん。強権的な手法に批判的な声も数多いということでね、まあ存在感高めてるんだけどもね、トルコ。うん。一方でね、まあ欧米とかまあ西側諸国中心にトルコに対する目っていうのは厳しい目もあると。ね、どういうところで厳しい目があるかって言ったら、ね、やっぱりメディアを弾圧してる。うん、自らに批判的なメディアなんかは弾圧して、抑え込んでるということ、うん、まあ西側はね、自由とか人権とかね、そういうのにうるさいですからね。はい。あと最近だとね、スウェーデンね、揉めましたね。スウェーデンとフィンランドがね、NATO に加盟しようと、ね、ウクライナ戦争を受けて、もうロシアの脅威にね、さらされてきた国ですから、フィンランドにしてもスウェーデンにしてもね。でその時にスウェーデンが、まあ、NATO に加盟したいと言った時に、まあアメリカはじめにね、ウェルカムとね、歓迎したんだけども、なんと NATO の中で
トルコだけがね大反対をしたと。その原因はスウェーデンがね一人の亡命トルコ人を受け入れているからだっていうことでね、このビュレント・ケネシュ氏、この人をケネシュ氏ね、この人をスウェーデンが亡命トルコ人ということで受け入れたということで、トルコからスウェーデンに逃れてきたっていう人だね、このケネシュ氏ね、うん、要は7年前かトルコのクーデターあった時にね、クーデター未遂事件、この時に事件に関わった30万人以上をトルコ政府が拘束していると。ありましたね、うん、で政権に批判的な130余りの報道機関を閉鎖に追い込んだと。でこのケネシュ氏も死亡者との関係があるとのことで逮捕状が出たと。その逮捕状が出た人間をスウェーデンがね亡命トルコ人ということで受け入れたと。このケネシュ氏をトルコに返せっていうことでね、このまあトルコ側からしたらテロリストみたいなもんですよ、うん、クーデターを煽ったケネシュ氏、この人をかくまうとは何事だと、うん、そんなスウェーデンはね NATO に入れるわけにいかないよと。もうトルコが NATO に加盟してるんだから、うん、で一応全会一致がね基本なんでね、トルコが一カ国だけ反対してもスウェーデンが加盟できないっていうことでね、はい、トルコ存在感出しましたねこの時ね、うん、スウェーデンがね、まあまあまあ結果から言うと NATO に加盟したんですよね、スウェーデンね、はい。うん、フィンランドとスウェーデンの NATO 加盟ね、この時トルコだけが反対したと。ケネシュ氏をトルコに引き渡すようにということでね、はい、まあまあまあここ政治的な妥協をお互い妥協して結局ね、ちょっと条件つけて、うん、まあスウェーデンもねおいおいと引き渡しはしなかったんですけども、うん、まあ憲法改正とかして、うん、ちょっと譲歩して、うん、トルコにね、うん、まあ晴れてスウェーデンは NATO に加盟したということですよ、はい。あとトルコの乱立ということで、あ、圧力、トルコとの圧力ということで、トルコの隣国シリアね、ここアサド政権と反政府勢力、うん、ここ戦闘続いてますね、はい。でアメリカはねクルド系武装勢力を支援してるんだけども、でロシアとかがねアサド政権支援してるっていうことで、まあ今代理戦争みたいな感じになってるんですね。相変わらずゴタゴタしてて 戦闘状態続いてると。トルコの隣国ですよシリアね。で30万人以上の市民が死亡してると。で1000万人以上が家を失ってるっていうことでね、今世紀最大のねなんていうのかな悲劇というか、うん、起きてるシリアですよ。ここがトルコの隣国ね。ここでねアサド政権支持のロシア、イランね、ここと和平協議を開始してるということなんですけども、うん、まあトルコがねこのアメリカ側についてないってことですね。要はねロシア、イラン側って言ったら変だけども、このクルド系武装勢力、うん、対アサド政権なんだけども、まあ、トルコはねクルド系がね、まあトルコ国内でもいろいろ問題を起こすんだよねクルド人、うん、こっち側を支持することはできないっていうことなんでしょうねトルコ政府、はい、要はアメリカ側じゃないやと、うん、アサド政権支持側の、まあ、ロシアとかイランとかね、うん、どっちかって言ったらこっち側なんじゃないですかトルコ、うん、ここでもちょっとね西側と足並み乱れてるっていうことでね、はい。あと武器輸出ね、新たな火種っていうことで、今トルコがねさっきのドローンのねバイラクタルじゃないんですけど、もう兵器の開発とか輸出っていうのを増やしてると。でウクライナを支えたねバイラクタル TB2、 これまで中東やアフリカなど30カ国に輸出してると。でその時にまあ欧米なんかね武器輸出しちゃいけないですよってね欧米がね武器輸出を禁じている国々、例えばアフリカのマリとかね、そういったところにトルコはね輸出しているっていうことで、
アメリカだヨーロッパがねここに輸出するなっつってんのに、そういうところにトルコは輸出してるんですね、うん、そういうことで全くねトルコっていうのはね西側、うん、欧米の価値観ともちょっと外れてるっていうことで、もう完全にね独自路線の外交をやってますね、はい、こういうところでトルコ、まあ、ある意味存在感を示してるんだけども、かといって欧米と真っ向から敵対してるかっていったらそうでもないと、うん、ロシア中国にべったりかっていったらそうでもないっていうことでね、うん、まあバランス外交じゃないですけど、まあ地理的に言ってね、まあヨーロッパとアジアの間だし、ヨーロッパとアフリカの間だしね、まあ中東っちゃ中東なんだけども、うん、ヨーロッパっちゃヨーロッパだし、アジアって言えばアジアだしみたいなね、まあ地理的に微妙な位置にありますよね。本当にヨーロッパ、アジア、アフリカなんかのちょうど真ん中ぐらいに位置してますからね。本当に政治的スタンスもそういう感じなんですよね。うん。まあ私サッカーなんか見てて昔から思うのが、このトルコがねアジア予選に入ったりヨーロッパ予選に入ったりね、いろんなところに入ってくるんですよ枠が。うん。確かトルコアジア予選でやってた時もあったと思いますよ。はい。今ヨーロッパの方で予選やってるんじゃないですか。サッカーもね、割と強かったりした時期ありましたね。2002年日本がねトルシエジャパンの時にねベスト16に駆け上がったんだけど、その時に敗れたのはトルコだったんですよね。うん。そんでトルコ結局ね2002年のワールドカップで3位になってますから、イルマンでしたっけ、なんかかっこいい人いましたね。うん。何か上手かったもんねこの時に。特にトルコ人サッカーもそこそこ上手いんですよね。はい。イルハンでしたっけ、選手いましたね、上手い選手。はい。でトルコね最新型の戦闘機ね、カーンっていうね支配者を意味するねカーンっていう最新型戦闘機、これを開発してると。で F35 アメリカのに匹敵するような能力を目指し開発してると。これの輸出を目指してますよと。で武器の開発と輸出で世界への影響力を拡大させたいということでね。でトルコのような第三極、これが重要な存在に世界的になってきてると。はい。でこのエルドアンの戦略ね、ネオオスマン戦略とも呼ばれてるっていうことで、まあエルドアン政権長いね、20年以上、うん、なんでね、まあ長すぎるからね、もうほとんど腐敗もしてきてるんだと思うんだけども、まあどうなることやら。ただまあトルコね、まあヨーロッパに入れてもらえないっていうのもある、不満もあるんだろうけども、このね第三極として、うん、もう本当にもう全方位外交をしていくしかないっていうね、うん、感じなんでしょう。はい。ということで NHK スペシャル全方位外交、タイトル何でしたっけ、NHK スペシャル、トルコ台頭する第三極、トルコ全方位外交の光と影っていうことでねやってました。はい。まあまあまあ混迷する混迷の世紀っていうことで、混迷の世紀っていうことでね、まあまあまあ混迷させてるんでしょうかね、トルコがね。どういうことなんでしょうか、混迷の世紀でトルコ扱うね一国だけ。まあでも面白い国ですね本当に、うん、どこにも属さないっていうかね、本当第三極っていう感じですよね。はい。まあ NHK この混迷の世紀ね、やっぱり面白いですよね。はい。私シリーズ化されてる今のね N スペの中では一番好きなシリーズですよこれ。はい。ということでね、風邪ひいててね、もう本当にね、まとまりもなかったんですけど、ありがとうございます。また聞いてください。チャンネル登録、高評価、一つよろしくお願いします。失礼します。